お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、はい、こちらのゴレサーシですね。はい、てなわけで、まあねこのデッキやっていくんですけど、まあ最近ちょっとグローバルのデッキ紹介的なのをちょくちょくやってて、昨日はね迫撃かな、そう、今も多分この辺のグロ1、2、3とかもみんな迫撃なんですけど、でその中にちょこちょこいるのが、このゴレサーシがまさかにいるんですよ。2人だったかな、なんかグローバル30以内に、多分2人だったかな。そう、このゴレ、この形のですね、ランバー型のエリポンヤーメの、この形のゴレ30シが2人ぐらい上がってたので、まあ今日はね、はい、こちらを使っていこうかなと思います。でも、意外とむずい。意外と、結構エリポンいて、ゴレ出して、後ろから追加なんですけど、ユニットその追加するタイミングだったり、まあ何のユニットを追加するかっていう判断とかが意外とちょっと難しいかなっていうのがまあありますけども、まあ言うてしか言うてないそうです、他のデッキよりは使うのが簡単なんじゃないかなと思いましてね。はい、こちらやっていきたいんですね。あとまあ、ババコヤも多いから、これがきついんですけど、言うてそのババコヤはガゴムレとか、そう、三重死刑が意外ときついから、いいのかな、と思いつつ、はい。てなわけで、よろしくと。で、まあ、しょっぱなエリポンあればね、エリポン、置いていきたいですね。で、このヤナアメが、刺さるか刺さんないか、すごい大事ですね。これ多分やばい、ザップ来る。そうだ、ホグの、この方あれだな、ホグの、なんかな、ちょっと変わった形だったんですよね。めんどくさいな、これ。まあいいや、もうこのまま後ろゴレで、多分ヤリゴブとかコウモリがあったんですよね。端前ヤリゴブ来ても無視で、これやばいな。それやばくね？相手の攻め方がすごい。まあ。ここね、ちょっと今、ヤナメいらなかったかな。多分、タワーで受けれたから、ヤナメ使わない。で、これで、この瞬間に、工場。もう、これで攻める。で、後ろからギャング追加して、で、このレイジ工場プラスのギャングが、めちゃくちゃ強い。オッケー。で、今のは、その相手が大砲だっていうのが分かってて、あっちですね、逆サイの位置に大砲置いてくると思ってたので、その同サイにね出したんですけど、あれを工場ババですね、あれは基本まあ逆サイ工場からのなんか真ん中ガゴ群れみたいな、橋の真ん中からガゴ群れ出して、まあ、施設を壊すみたいなのが意外と強いですね。でこれも無視ですね、もう結構許容していいと思いますね、ダメージは普通のデッキよりは。今とかにガゴムレとか、ヤナメとか打つよりは、絶対今のは無視して、この後のね、相手のアウトローとかにヤナメ打ったり、する方が絶対刺さるので、まあそっちの方がいいですね。で、逆サイ工場で相手は、まあ、両方、しっかり攻めていく感じですね。このセパレートギャングとセパレートの何人だ？なんか工場みたいなのがすごい強いから、ここでランバーが入って、ああ、これは後ろ3子の方が良かったかもしれないですね。そうだ。けど、このヤナアメの強さ。ヤナアメ強って思うんですよね、今のは。で、またこれ、両サイガッポガッポタイムですね。両サイガッポガッポタイム。まあ右がもしかしたらでもこれあれなんですよね。よくあるのが、あとちょっと折れないみたいなのがよくあって。まあ。これは、後ろ追加ゲーミングで。この追加がね、やばいんですよね、このデッキ。そう、今追加した方がいいなと思ったら、もうその瞬間に、結構悩まずに、意外と追加すると、その3コスト追加とか、4コスト追加っていうのだけで、結構タワーが折れちゃうんでね。思った、もう追加した方がいいと思った時にはパッと追加するのがすごいいいですね。なんか相手がコストしんどそうだなとか、相手が余分になんかこれユニットあれ出しすぎじゃねみたいな
ちょっとなんか思ったらどんどんね追加するのがいいかなと思いますね。だからもしねその追加が一瞬で覚えされたりとか結構あれやっちゃったなってなったら逆にねハードカウンター受けちゃうかもしれないですけど、まあそこは慣れですかね。まあでも相手が結構このギャングとかガゴ群れをやっぱ後ろから追加すると思うんですけど、意外とあの小ジョババに自分もなんですけど小ジョババの突進を入れたくないからその小ジョババの突進を抑えるためにウッドを打つんですよ。よくね今だったらロリババとか打つんですよ。だからその瞬間に結構追加っていうのはいいですね。ウッドとかロリババ使った瞬間にあーこれめんどくさいな、ウッドとかロリババ使った瞬間に追加ギャングで、それに対してザップとか使った瞬間に後ガゴ群れみたいなですね。てなわけで、ね、こちらの相手があれだな、なかなかだるいですねこれ。もうこれいいや、これでいいですね。でジャイプリ、あーPP？ これ逆サイジャイメガゴかな？いや、違うな。同サイ、もう一個プリンスか。いや、このダメージ多分入るんすよね。いや、入んねえか。入るんかい？そう。ジャイダクプリビビド、ああ、ジャイ PP か。普通に。これなんかもう一個メガゴとか出してくれたらな。来た。美味しい。これで、ランバのレイジで。いや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 、で、これで、ああ、待って。これ前でどっか飛んでけ飛んでけ、わー止められたけど、今のな、今のガゴムレがもう一発頑張ってエレキを処理してたらこの小ジョババだけで今のタワー落ちてましたね。いやこれやだな、これ厄介ですね。相手のこの追加のうまい、これはやばい。これなどうなんだろう。今のもっと許容してよかったのかもしれないし守った方が良かったのかもしれないし、わかんないですけど、まあ、こっからですね。あれだ、ジャイピーピーエレキメガゴのディガー。ジャイピーピーエレキメガゴのディガーなんで、スペルが2枚だから、三重心に5ザップ打ったら、その瞬間に他のユニットが生きるみたいなとこあるんですけど、言うてそれが苦しいですね。よいしょ。よいしょ。これ、あ、でもゴレが美味しい。いやー、けどしんどいな。で、いちいち交換か。ってことは、これやばいっすね。キング持ってかれる。やばい。たまいてもキングワンチャン狙ってる。うわー、痛えー !JPP! めっちゃ久しぶりに見た。やば。瞬殺されたわ。余裕で瞬殺されたわ。おや？JPP な、懐かしいっすね。めちゃくちゃ懐かしい。マジで。久しぶりに見たな。何ヶ月ぶりだろう、本当に当分見たかった。2、3ヶ月ぐらい前かな。っていうようなデッキが来たっすね。さあ、今のもな、さっきのまでも勝てましたね。多分変に防衛しすぎたところがあったので、あそこで、防衛せずに。やってればよかったですね。で、これ、小ジョババ出して、なんかユニット出るんで、遅れてガゴ群れすると、あ、終わった。お、おや？これ逆に相手終わったくないですか？あー！イェイ。おや？なんかよくわかんないですね。なんでこれで倒れるみたいななっちゃうんですけど、折れてます。はい。よくわかんないですけど、折れてますね。これあれだな、相手遅延ロイホグですね。あ、じゃあもうトルネ5ウッドのロイホグか、普通の工場、ロイホグでしたね。そう、このロイホグがまさかの今流行ってるんですよね。なんかババ小屋の、まあババ小屋入れとけばなんとかなる、なんかね、今そんな感じになっちゃってるんで、これマジで、このババ小屋のアイスイズベビドラトルネ5ウッド型、のロイホグがちょい流行っててなかなか厄介なんですよね。なかなか厄介なんですけど、相手も多分なかなかこれ厄介だろうって思ってるから、でこれでこの瞬間に逆サイ工場からの
セパギャン。このアイスイズベビドラが厄介なんですよね。ここでいいや。あーでもどうせこれもトルネーベビドラとかで。これトルネーで全部キュイーンって。そうなんですよね。そうなっちゃうんですよね。これ。まあ3、4セパで1体で両アッチは処理して、このホバリングでな、マスケが生きるか生きないかすごい大事。おー、相手が事故ってる。で、こういうのに、しっかりね、5だけで3、4処理もったいないから、しっかり追加してね。追加してね。この3、4延命ですね。ここのギャング出すことによって、3、4がターゲット取られないで、あそこの1体が残っていたー。あれ？そう。結構ね、よくわかんないですよね。マジで。マジでよくわかんないですけど、なんかこんなので弾が折れちゃうっていうのがあるから、そうなんですよね。めちゃくちゃ早いですね。ジャイプリ。ジャイプリか。夏いっすね。そう。めちゃめちゃ久しぶりに見た。さあ、ラッサン行きますか。そう、展開行って結構前に6号手前ぐらいまで行ったんですけど、なんか、その上がんなくなりましたね。あとシーズンどれぐらいだろう。待って、この月曜日に終わるのかな。となるともう3日ぐらいしかないかもしれないですね。あれ、そんな短い、やばいですね。頑張らないと。これはもう古城ババ受けでもよかったかもしれないですけど、まあ、ゴレで。で、ここなガゴムレですね。これ、ヤナアメだったときは泣きたいですね。5だった。ってことは、5ウッドですね、相手は。5ロリババか。あ、でも、ヤナアメ、回ってなかった説もないこともない。で、ここでディガーが飛んでくるかな。いや、これ無視。いや、無視してもすることないから、防衛ですね。まあ。相手のウッドがうまいですね。いいタイミング。これね、困るんですよね。もう 3C ステパーで、3C 出しても、正直5打たれるんですけど、まあ、打たすっていう感じですかね、今回は。どうせ守られるんで、これは。買った、しっかりゴレプラスの、まあ、その 3C とか、ね、ガゴムレとかの形を作んないと突破できないので、この 3C で5打ってほしかったんですけど、まあ、相手がその辺分かってましたね。サグッと。だけど、このヤナアメを使ったのでね、この瞬間のガゴムレが怖い。これな、むずいっすね、マジで。エリポン置きたいんですけど、置いた瞬間にディガーとなんかされちゃうんで、でもこのまま待って、相手が迫撃で攻めてきたらゴレ受けで、そのままカウンターなんですけど、相手も多分分かってるから待ってる。落ちた？ワンチャン早い、落ちたこれ。奇跡みたいなないかな。いや攻めてくるんかい。なんやねん、ちょっと騙されたんやんけ。これ多分この残りにこういうのつけるのは意外と相手苦しい。あー回したのか今。でも今のなんかで回した、うまいな。やばい、おやばいっすね。ってなわけで、まあ、ゴレ受けからの左下。あー、トルネ持ってないよ俺。これですよね。これ結局ガゴムレ出しても早く打たれるし、左下にアウトロー来る。これもう無理っすよね。これは無理だ。なんで勝てるのこれ。上手い人教えてほしい、マジで。マジで教えてほしい。マジで勝てない。マジで勝てないですね、これ。と思うじゃないですか。と思うじゃないですか。ワンチャンある、マジでワンチャンある。やらめ、飛んでけ。で、これガゴムレレイジ。で、後ろ追加コジョボ。あるある。ランバ、フチル、オッケー、ある。いや、待って、マスケターゲットそのまま取って。お、ある。やばい。しちゃった。でも相手は、オッケー。マジであるよ。これディガーが、あー、そういうことだった。あー。あ、待って、これギャング使ったらダメだ。ディガー飛んでくる。
やったやったわ。これマジでもったいない。ワンチャンの、マジでワンチャンがあったっすね、ワンチャンが。そう、この迫撃ですね。アウトロー型だったり、プリンス型だったり、今、めちゃくちゃ流行ってますね。これしか見ないぐらいでこればっかなんですね。ちょいちょい。ね。マジやばい。けど、まあ、これでね、そう、ウルトラが、まあ、ランバだけか。ちょっと、まあ、これでグローバル、本当に20位とか、多分いたんすよね。これだ。いや、これじゃあいさしか。そう、2、30位とかに2人いたので、あ、この272だ。272と、誰だったかな、忘れた。そう。いたので、まあ、上がれるみたいなんでね。そう、ぜひね、こちら、ゴレさん使ってみてください。はい。というわけで、今回は以上にしたいと思います。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。